皆さんこんにちは、吉丸でございます。2019年の6月の15日土曜日に今なったところでございます。やってきました、龍神装備ですね。1日1回10連無料ということで、最後の5段がやってきました。これが終わったらもうお祭りはね、スケジューリング的には終わりなので、ちょっと寂しい気もしますね。そして王者剣くれない、これはやっぱ錬金は入ってないですもんね。なのでまあ次回わかんないですけどね、錬金が入るかどうかっていうのはね。僕もともと紅はかなり評価高いので強い、だから錬金は、次回もどうなんだろうっていう気はするんですけれどもね。まあ追加スキル1個また加わってっていうぐらいはあるのかもしれませんね。はい、ということで錬金は構図ということでおそらくいいんだと思います。あとアルス、まだこれ残ってるんだね、両方とも。25日までということで、かなり長い間引けますね。でその間他のガチャが一体どうなるのかっていうのもちょっと気になるところですね。はい、すごいね、こうなんかすごい並びようですね。アルス、くれないと。でくれないの方は炊き出しがないんですね。じゃあまず龍神から引いていきましょう。今日はもう無料を引いて、で明日くれないをちょっと引くかどうかわかんないんですけども、引くとしたらまた明日にしようと思います。では行きます。まあ欲しいのは言うとね、最近出ないからもう言わない。来い、どや、途中光ってるよ。残念ですね。これなんだっけ、水沢だか、合ってるね。水沢と、なんだっけ、これ、大賢者、袋のやつだよね。大賢者の方に合ってるか。ちょっと口が回ってない。はい、こんなもんです。皆さん、こんにちは。吉丸でございます。2019年の6月の16日、日曜日になりました。ということでですね、第2回目ですね。いや、これでなんか、お祭り終わっちゃうのは、寂しいですけれども、最後に引きます。いやー、ちょっとまだあれですね、出てないですからね、対象がね、あんまりね。第1弾の時に1個だけ出たのかな、多分それがあれだっかな、西洋の爪かなんか出たんでしたっけ、ちょっと覚えてないんですけれども、それ以外は出ていないので、何か出したいですね。対象1個でもいいのでお願いします。来い、あれちょっと待って、ちょっと待って、途中1個光ってるから対象お願いします。はい、お疲れ様でした。最後これ、まあモモンヤポイントに交換というかね。はい、じゃあ、僕の10連無料ガチャは以上となりました。最後はドラゴンメール、はい、これで閉まりましたね。また神ガチャあります。いや年始かな、神ガチャ、ちょっとねすごくその辺まとめてまたね動画にしてみようかなと思います。では僕の10連無料龍神装備、残念ながら対象は出ずという形で終了いたしました。はい、ではですね、6月中旬のモンスターがやってきたので性能だけでも見てみましょうか。はい、ヴァルハラですね。そしてカンナタ、待ってたよカンナタ。ブチキングはね、まあ持ってるんですけれども、まあ前回言った通りですね。ネクロマンサー、どうですかね、ちょっとあまり使ってるのは見たことないんですけれども、あ、それからヘルクラウダー取りました。やっぱりグラウス、はい、やっぱね、状態異常解除できるのっていうのはいつか使う可能性があるのかなと思ってます。これどうすればいいの、僕一応力でやっちゃってますね。で早速カンナタは取ります。カンナタ仲間にする、やっと手に入った。カンナタちゃん、なんかさ、でも不思議ですね、こうしてレベル上げ隣、なんていうのかな、その敵対同士というかさ、カンダタゴースト対抗がグラウスなので、あれカンダタどこや、あ、いた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 、
神田とどうすれば力でいいのかな、これ力素早さ、そうですね、まあ、力もりもりにしていきたいですよね。体力だと要は、身の守りも入っていくってことだよね。ちょっと力盛りたいな。一応ちょっとしばらく力で様子見ていこうかなと思います。じゃあバルハラ見てみましょうか。50枚ですね。ずる賢いバッチリ頑張れということになっております。魔物スキルがおピン、まあでもピンチにも入ってんだよね。そのやっぱね、いきなり系が今は強いと思います。これはなんだ、某者の一撃でいいんでしょうか。18秒ですね。450攻撃、お守備と攻撃ダウンだって。どうですかね。でも敵1体とあとルカニアタックね、守備力を下げていく、まあ、デバフをかけながら、戦っていくモンスターになりそうですね。補助特技のコツがありながら、防射の力ターン開始時に、ああなるほどね、 HP20% 未満になった時に、HP200 回復がついているよと。でゾンビの力が、すごいこれ HP20% 未満になった時に300回復で攻撃力 20% 上げでしょ、こっちで。これがゾンビの力ですよね、ピンチに。それとは別にさらに、ちょっと待ってね。防射の力っていうので、ターン開始時に HP が 20% 未満だった時に HP 回復。まあ要はでもこんなさ HP20% 未満コンスタントにずっと続いていることないので、あれだよね、その HP1 で耐える、何でしたっけ、負けず嫌いだったっけ、ごめんなさい間違えてたら、に性格変えてないとなかなかっていうところですかね。今とかあんまピンとこないかな。斧で来ました。でも補助呪文最近入ってるっていうのは、まあなかなか、まあデバフ解除とかねしていけるっていうのはいいのかなと思います。補助特技 A はいいですね。斧で B っていうと何があるんだろう。ちょっとあんまりここもどうですかね。まあモンスター闘技場詳しい人だったらピンときてるんでしょうか。体勢がこんな感じになっております。やっとですね、まあ僕は神田太が手に入ったので、ちょっと使ってみようかなと思いますが、まあヘルクラウダーが入ったことによって神田とゴーストがどう使われていくのかというところは少し気になっているところでございます。でメダル的にはあとは81枚ということなので、これ、今月中に100枚にはなると思うので、また、7月初め、いいのが来たら交換したいと思います。おずる賢いが入っていますね。これはなるほど、まあ状態解除系じゃなければ僕はあまり交換はしないかなと思いますね。ということで、新しくやってきた6月中旬の、新モンスターバルハラを見てみました。